ラボウェブステーションのリスナーの皆さん、こんにちは。指揮者の原田圭太郎です。前回に続いて今日は、小田美優子さんと上田元樹さん、作曲家2人にお越しいただいてます。ようこそ。よろしくお願いいたします。さて、今回のトピックは、東京交響楽団サントリーホールの新曲チャレンジプロジェクトなんですけど、第1回を優勝した小田さんに、なんでこのプロジェクトに応募したかっていうのをまず聞きたいです。はい、まだ1回目だったので、そんなに もちろんたくさん広報の方はね、ご案内されてたんだと思うんですけれども、私もよく最初は知らなくて、で知人から教えていただいたのがきっかけだったんですね。大学でお世話になった方とか、なんか3方向ぐらいから、なんか同時、ほぼ同時ぐらいに、いや、これぜひやってみた方がいいと思うって連絡をなんか別々でいただいて、あ、これやった方がいいなってずっと思ってたんですけど、ちょっとね、仕事も結構バタバタしたりしてて、6月が締め切りだったんですけど、何もしないまま6月になってしまってでもメロディ、子どもたちのメロディーとかは見て、あ、なるほどとかって思ってたんですけど、でもそんな短期間でオーケストラ関係るかなって思って、ちょっと諦めかけてた時に、なんかたまたま家で夕刊を手に取ったら、なんかその日ちょうど原田さんのインタビューが載ってて、そしたらそのちょうどそのプロジェクトのことが書いてあって、なんかこう法人作曲家を世界に広めていきたいって、こう1回の初演で終わりにしたくないみたいな、そのすごく語られてて、あ、これ絶対やった方がいいやつだなと思っていや、これは着手したらとても大変な道が待ってるなとは思ったんですけど、いや、でもやるしかないでしょと思って、もう本当滑り込みだったんですけど、数日前になんとか送って、で、でもその時はキャリアサポートがあるっていうことは私はまだ分かっていなくて、その採用されれば年末に東京さんがサントリーホールで演奏してくださるっていうことしか書いてなかったと思うんですけど、そんなことないと思うよ。書いてないですよ、ね、子供定期のホームページにはそれしか書いてない。あ、本当だから私何も知らずに僕も知らなかったですそうだったっけ。ただただ、あ、そんなビッグな初演がもらえるなんて嬉しいなって思って応募して、で採用されて、そしたらなんか大変なことになってアフターケアがいっぱいあったというね。そんな嬉しいことなんですけど、そんなことどこにも書いてなかったと思って本当、いや、書いてあったと思ったけど、書いた方がいいんですか。書いた方がいいと思います。書いてありますよいや、でもこれ多分2人に聞きたいんだけど、メロディーがもうすでに子供が作ったメロディーが決められてるわけじゃない、はい、それを使うのって簡単、それとも難しい。僕はどっちかというとすごくやりやすい。やりやすかった、はい、うん、まあでも確かにメロディーを生むっていうのにもある程度時間がいるので、確かにあった方が、縛りが生まれてはくるんですけど、うまくね、組み合わせとかが見つかれば助けになってはくれるかもしれない。むしろその縛りがこう曲を進めるのに有効というか、そのあまり縛りがないで自由にやる作曲っていうのは本当に途中で全然進まなくなったりもするので、第1回は6つのメロディーをね、ウェブサイトに載せて、で2つは最低使ってっていうふうに言って、大体の作曲家たちは2つのメロディーを使ってやってきたんだけど、みゆこだけね全部6個使って応募してきて、それで選ばれちゃったから、第2回の時はみんな大体6個使ってきたから、必須条件ではないんですよ。いや、もう次回はそんなに多くメロディーをしないっていうふうに思ったんだけどでもね、今回それを応募して選ばれて、でも、ね、応募した曲がそのまま12月に演奏されたわけではなく、そこから、ね、工夫して12月に向かって演奏の準備がされたんだけど、そのなんか、ね、プロセスとか、何が思い出にある、例えばさ、ライブラリアンとか、はいはい、パート譜作ったりとかさ、いろいろと道があったじゃない。そうですね、オーケストラの楽譜もちろん書いたことないわけじゃなかったですけど、プロの楽団に納品するってなると、やっぱりね、パッと見て見やすい楽譜を求められたりとか、パート譜にしても、今まで何も考えないでページめくりやってたのか、こうちゃんと長い休符あるとこで譜めくりできるようにとか、いろいろこうあってます。採用された年の夏に原田さんにご紹介していただいて、 N 響のライブラリアンの沖あかねさんのところに一回お邪魔させていただいて、なんかいっぱいオーケストラの
パート譜とか、なんかいろんな会社のパート譜とか並べて見せていただいたりとかして、あの楽譜のことをいろいろ教えていただいたんですね。紙質のことまで教えていただいたんですけど、うん、まあそういう感じでいろいろオーケストラに楽譜をこう収めるために必要なことっていうことも勉強させていただきながら、うん、まあ、あとはその曲自体もちょっとブラッシュアップして、応募した時よりちょっと長くなって本番は、うんうんうん、あの迎えたんですけど、あの12月の本番って覚えてる？覚えてますよ、はい、あの一番最後の部分、付け加えた部分でその6つの拡大形とか扱って、なんか3つの主題歌同時になる部分をこう新たにこう、うんうんうん、フィナーレとして付け加えて、ちょっと応募した時はそこまで作り込めなかったんですけど、まあ、時間があるからもうちょっとこう納得のいく形、その納得いくフィナーレを作れるといいんじゃないっていうことでご提案をいただいたので、うん、まあ、結構時間も伸ばして華やかに終わる曲にした状態で初演で演奏していただくことができました。初演サントリーで東京で演奏されてね、録音されて録画されて今ね YouTube でも残ってるけど、ね、はい、やっぱね、大学卒業後のこれだけの大きいプロジェクトっていうのは多分もしかしたら初めてかもしれないじゃない、うんうん、緊張してた？なんかでも不思議な感覚なんですね。作曲者って演奏するわけじゃないので、うん、演奏家ほどは緊張してないのかもしれないんですけど、でも緊張ゼロかっていうとそういうわけでもないんですけど、うんうんうん、なんかでも一ついつも思うのは、そうリハーサルの時はやっぱりこうスコア見ながら、うん、あ、ここはちょっと申してほしいとか、うん、ここはすごくいいからそんな感じでやってほしいとかいうのをやっぱり楽譜見て書き込まな見ながらじゃないと忘れちゃうので、うん、練習の時はだいたい楽譜見ながらなんですけど、うんうんうん、本番はあのすごくじっくり演奏者の方を見られるので、それいつも思うことなんですけど、だからそれがむしろ楽しいというか、初演の時はあの嬉しくいつもそれを拝見してます。12月の時もあのすごく嬉しい気持ちで東京の皆さんを見てました、うん、客席から、はい、で今回ちょっとこのプロジェクトの変わったところっていうのは、その応募するときにもちろん作曲は応募しなきゃ、作曲の作品を応募しなきゃいけないのと、うんうん、まあ、レズメとか送らなきゃいけないけど、ビデオ作んなきゃいけないところがあったでしょ、はい、自己紹介、そう、自己紹介ビデオ、これは僕にとってはすごく大事で、その作曲家の初演の後のプロモーションもキャリアサポートも僕やるっていうので、うん、その人のパーソナリティがとても必要だったのね、うん、どういう喋り方するんだろう、どういう雰囲気なんだろう、曲が良くても人間がちょっと難しそうだったらやっぱり売り込むこともできないし、でもね、素晴らしい人でも曲が広かったらさ、それもね良くないわけだから、だからその2分間のビデオの自己紹介ってすごく分かりやすいのよね、その人の、うん、あのビデオをさ6月ギリギリでね作り始めたわけでしょ。そうです、あれは本当に棒読みだったのはすごい覚えてる。曲作り終わった後でわーって書いて、うん、わーって撮ってっていう感じだったんです。ワンテイクぐらい。いや、でもさすがに結構長かったので、うん、でもあんまり見ながら言うのもと思って、あのカメラの横に原稿を貼って喋ってたんですけど、そうは言ってもやっぱちょっと間違えちゃったりとかして、うんうんうん、何ていくかは撮りました。 そのうちだんだん原稿を覚えてきちゃったんですけど、はい、そうそうそう、いやでもそれはすごくね、私たち審査員側はね、それをすごく、はい、そのビデオはすごくね大事に審査の、そう、曲と同じぐらいのレベルでとても大事な審査判断の手段だったのね。で元木は1回目、ね、応募して、はい、それで通んなかったんだけど、はい、よく諦めず2回目来た。僕そうですね、応募したきっかけが、うん、子供たちのメロディーを使ってオケ1曲書き上げるっていう、この曲の作り方がもう僕がやるために生まれたような、うんうん、公募だなとまで思ってたんですけど、うん、そのすごく僕の作品を書くにあたってのそのなんか一つの大きなテーマとして、少年期への憧れっていうのが僕すごく強くて、うん、その実際にその子供たちのメロディーには僕がすごく憧れるものをみんな持っていたので、うん、これを一曲にしてしかも演奏してもらえるなんて僕のために生まれた公募だなという思いがすごく強くて、これはもう第1回出す前から、うん、通るまで絶対に出し続けるっていうのはもう決めていたんですけど、ただ第1回の時点でも相当な自信があって、うん、これ以上にうまく書ける人は
存在しないんじゃないかなぐらいの自信があったんですけど、ただ実際に小田さんの初演の映像を後で見てみたら、もうなんか打ちひしがれちゃって、そのあこんなにこのメロディーたちの美しいところを引き立てる書き方ができるんだなと思って、僕もやっぱりすごく反省して考え直して、あの第1回は僕も結構実はギリギリで書いたので、あの1ヶ月足らずぐらいで書き上げたんですけども、第2回の時はメロディーがホームページに出た瞬間からまずそのメロディーを断片をこう紙に書いて貼っといて、毎日ちょっと眺めながらずっと考え続けて、2ヶ月構想、2ヶ月書く、1ヶ月見直しみたいな体制で本当に気合を入れて書いたので、それが通ってすごく嬉しかったですね。いやでも本当にね、あの1回目通った後にね、少しね電話で会話してね、はい、アドバイスしてこうした方がいいよっていうのをね言って、でもやっぱり小田の1回目を見て、それでまた刺激を得てやりたいと思ったのは、それは素晴らしいなと思う。で、小田さんはその12月、ね、すっごい忙しい12月だったよね。ああそうです、うん、2021年の12月ですね。初演終わって、そうなんです、うん、あの東京さんに初演していただいた2日後にあのシカゴに飛んで、あのミッドウェストクリニックってアメリカの吹奏楽の大きいクリニックがあって、うん、その75周年のイベントで、なんかあの2020年に新しくそのミッドウェストがバーバラ・ビュールマンって女性作曲家の名前を冠したその吹奏楽の作曲のコンクールを始めて、でそれに応募した曲が、あの、まあ、受賞が決まったのは2020年の終わりだったんですけど、初演は1年後ということで、うん、でその2021年12月の75周年のミッドウェストクリニックっていうちょっと大きいイベントで、アメリカのアーミーフィールドバンドっていうなんかすごいバンドが初演してくださるっていうので、ちょっと結構大変だったんですけど、オミクロン株とかで頑張って資格まで行って、うん、はい、なので、ね、ものすごい1週間の中で東京とシカゴで初演をしてもらうっていう、うん、すごい贅沢な1週間がありました。大変でしたけど、予定外のこの原田圭太郎キャリアサポートがついてきたからその後にね、いろんなアレンジメントの ね、プロジェクトがあって、いろいろご縁いただいて、うん、新日本フィルさんとかメイフィルさんとか軍協さんとかで、うん、なんかあの子供のためのコンサートとか映画音楽とか、そういうのの編曲ちょっとさせていただいたりとか、あとは移植だとあの山形交響楽団さんの50周年記念と、あとはその東京交響楽団さんのついこの間にあった定期演奏会での移植と、あとは最近は原田さんのご紹介で、あの山田和樹さん、指揮者の山田和樹さんの、あのコンサートで一つ山田さんのために新しい曲を書かせていただいて、3月に北海道で初演があります、うん、はい、あのこの間の東京 の、はい、あの世界初演はどういう、ね、もう東京のオーケストラはすごくもうこの時点では意外と分かってるし、リハーサルも来てるし、はい、本番もいろいろと来てるから、サウンドとかキャラクターとかね、個性とか、知りながら書いてる曲だから、なんか書きやすかったりとか、どういう風なイメージをしながら曲を書いてた？そうですね、カレイドスコープってまあ万華鏡なんですけど、東京のいろんな風景とか、まあ、自分の思い出とかも一つのテーマだったんですけど、うん、こう東京の中もまた万華鏡みたいな感じで、東京のいろんな人がいろんな個性を輝かせてほしいなっていう思いもあって、あの、まあ、とにかくいろんな人が楽しく演奏していただけるようにっていうことで、まあ、いろいろ考えたんですけど、まあこの間の初演ではとにかくなんかすごく乗って、原田さんもですけど、うん、原田さん踊ってましたよね、うん、途中そう、なんかものすごく楽しく演奏してくださってるのを見て、うん、なんか良かったなと思ったんですけど、うん、なんかそんな気持ちで親しみも少し込めて、まあ、感謝の気持ちも込めてっていう感じで作曲しました。ここ約2年間ね、小田さんといろんなプロジェクト一緒にやってきて、やっと今だから、あ、小田美優子って作曲家はこういう作曲家だなってだんだん言葉にできるようになってきたのね。で、一つはとにかくスコアを見た時と演奏してる時に、ステージ全員が何か楽しめる場面がある、うんうんうん、それにすごくやっぱり集中しながら書いてるよね。そうですね、うん、まあ、一つのテーマとして毎回それは、ね、みんなが主役になれるというか、うん、
あのね、前もちょっとなんかの動画でお話しましたけど、一回こう全部スコアを横で見て全部の奏者の気持ちになって、うん、でやってみるとちょっとこの人はつまんないなとかっていうのが、ね、うんうね、あったりするので、うん、なんかみんなの気持ちになって書いてます、うん、いやもう本当それはもう小田美優子作曲家イコールこれだなっていう風にピンポイントで言えるもうキャラクターになってきたから、それはもう本当に個性が出てきて素晴らしいと思う、はい、で元木くんは、はい、これからのプロジェクトが3つありますね。そう、4つもあるか、実は4つ、うん、東京のテーマもあるし、そうですね、うん、まずがそうだ、一番最初がそうですね、東京の、子ども定期のテーマ曲ですね。もうほぼ上がって4月に、4月の前半ぐらいに初演なんですけど、うん、それもそうですね、原田さんプロデュースの新曲チャレンジプロジェクトとこう、まあ、つながってるやつですね。そうですね、同じような、うん、ハイテンションな気持ちですごくこう美しいテーマを応募してくれたので、うん、それをいかに引き立てるかという気持ちで書いています、うんうんうん、それから5月の末に、姫路の、吹奏楽ですね、播磨国吹奏楽団さんに初演していただく雨宿りという曲 と、あと8月に山形交響楽団愛知室内オーケストラのに移植新作を今制作中です8月に2個の世界初演があるというね、はい、2つのアンサンブルでね、はい、うん、大変だねそうなんです、頑張って大変というかなんというか全然こうなんていうかな、書き上がるイメージが未だにつかずにいるんですけど、うんうんうん、ただもう書くしかないのでそれはそうだ、はい、それはそうだ、やっぱり作曲家ってそのもうインスピレーションが来たらバッて書けるけど、 そこまでの、それまでのね、うん、はい、インスピレーションよ来いって言っても別に来るわけじゃないからねタクシー呼んでるわけじゃないからね。なんか最近思うのは、うん、そのインプット、うん、なんか最近やっぱアウトプットすることが多いのはすごく恵まれてることなんですけど、うんうん、なんかインプットが足りなすぎて、うんうん、なんか何にも出てこなくなっちゃってきてて、なので、うんうん、なんかこう音楽聴くのはもちろん大事ですけど、うんうん、なんか美術館に行ったりとか、はい、なんかね、日本の文化、歌舞伎とかお能を見たりとか、うん、なんかちょっとそういうことをこれから少ししたいなと思ってでも絶対そうだと思う、絶対曲のヒントになるだろうなと思うんですよ。そうですね、僕もアウトプットが増えてそれに気づいてインプットを増やさなきゃっていうことでもうすごく演奏会に行く数を増やしたんですよね、うん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 、だからその演奏会に行くための時間すら惜しいほど今ちょっと忙しく曲を書いてはいるんですけどでもその方がむしろやっぱり進むかなというのはあって、でもそれが現実だと思う。だって今までプロジェクトがないときはさ、インプットだけ、ね、うん、いっぱい得る時間があったわけじゃない。これでアウトプットができるっていうね、チャンスがあるからこそ、じゃあバランスをとってどうやって自分を芸術家として職人として磨いていくか、人間として磨いていくかによってそれが作品にすごく出てくるわけじゃない。作曲家のすべてが音になるわけだから、だからもうとにかく街の風景とか美術館って言ってたしね、歌舞伎とか能とか行くのもいいと思うし、コンサート行くかも、本当になんかテレビとか映画見るだけでもさ、ね、インスピレーションを得ることもできるし、アイディアってね、常にアイディアを得るのってね、何がねきっかけなのか分からないですからね。なんかそっか、いや今回このポッドキャストのリスナーの中にもしかしたらね、その新曲プロジェクトを応募してみたいなっていう人いるかもしれないから、じゃあ一人ずつなんか将来応募してくれる方になんかメッセージがあったら、じゃあ上田君から、はい、そうですね、やっぱりこう一番魅力的なのは当然その子どもたちのメロディーを、自分がオケに編曲したものを初演してもらえるっていうのはすごくこれはやっぱり作曲家としてはすごく自分が書いたものが音になるっていうのは嬉しいことなので、これも当然すごくいいことなんですけど、それ以上にこう原田さんが面倒を見てくれるというのが想像以上といくら聞いても想像できないほどの想像以上でしつこいからね私ね、すごいなんかここまで原田さんなんかこんなに忙しいのに私生活とかまでアドバイスをくれる、そうなんですよ、時間の使い方が全く分からなくて原田さんって一人なのもしかしたら影武者がいらっしゃるのかも言っちゃダメかな、大丈夫全然そうなんです、それぐらい本当に面倒見がよく、それにすごくフレンドリーに接していただくので、僕どこに行くにも最初すごくガチガチに緊張していたんですけど、うん、最近はかなり原田さんの顔を見るとほぐれるようになってきたのですごくこう信頼関係も
適切に気づいていってくださるし、もう何から何まで手取り足取り面倒を見ていただくので、それに絶対に応えないとというメンタルでさらに成長できる。もう本当にこれは全ての作曲家が応募してみるべきプロジェクトだと思っています。ありがとう。みゆか。はい、もうね、上田君のおっしゃる通りで、こんな魅力的なプロジェクトは他にないですよね。まあ、でそれこそたくさんコンクールはあって初演されるっていうね、プロジェクトはもちろんたくさんあるんですけど、やっぱそれ以降、まあ、原田さんのこう一つのテーマとして作曲家を育てる環境を作りたいっていうのがあると思うんですけれども、まあ、やっぱりなかなかね、そういうところが整ってないっていう現状やっぱりあると思うので、こういうプロジェクトはなんかそこに風穴を開けるというか、一つ新しい試みとしてとても魅力的だと思いますしね、本当に応募しない手はないと思いますし、あとあの初演のその子どもたちの曲について、もちろんね、自分の曲がそんな素晴らしい方たちに演奏されてっていうのはとても嬉しいことなんですけど、あれもう一個嬉しいのが、子どもたちがすっごい喜んでくれるんですよね。なんかこんな素敵な曲にしてくださってって、なんかね、ものすごい喜んでくださって、そういうことってあんまり今まで、ね、なかったじゃないですか。基本自分から生まれたもので、編曲ともまたちょっと違う。そうですね、そうだからすごく喜んでくださったのが、あのよく覚えてます。今でも嬉しかったです、とっても。この2人の作品は今でも YouTube で、その12月の定期演奏会、子ども定期演奏会で演奏された新曲プロジェクトの初演があのまだ見られるので、ぜひ子ども定期の YouTube チャンネルでぜひぜひ見ていただきたいと思います。はい、最後の最後になるんだけど、作曲家としてどういうふうに覚えてもらいたい？小田美優子作曲家ってこうだよねって言われたい、今から10年後、今から20年後。まあ一つ今後の目標としては、いろんな曲が書ける、まあ、私もちろんね、いろんな編成の曲挑戦してはきたんですけど、まあ、自分のカラーがあんまり、私その作風がいつも同じような感じで、だいたいいつも聞くと、あ、小田さんっぽいって言われる曲ばっかり書いてるので、な10年後はもうちょっと殻を破って、小田さんいろんな色を持ってるよねみたい な, なんかそういう感じに、まあ、一つ目標として、もちろん今の作風も、ね、うん、大切に持ってはおきたいんですけど、うん、いろんな色をいろんな要求に応えられるようにもっと勉強して、なんかこうパレットを増やしたいというか、うん、なんかちょっと一個目標です、今後の、うん、はい。でもその、 あの幅広くなる前に自分の個性が今できてるっていうのは素晴らしいと思うのね、はい、でもそれをちゃんと自分で分かっていて、はい、あ、私これだけじゃダメだな、もっと広がらなきゃっていうふうに思えるのは、そうですね、とても素晴らしいと思う。上田君は？僕はその童心を思い起こさせる作曲家になりたくて、その、子どもの時代のやっぱりこうなんキラキラした美しさというか、その汚れない心というか、うん、そういうものに本当に僕憧れが強いので、うん、あのそれを思い起こす気持ちを、得る作品がすごく好きなんですね、うん、あの世にあるものにも、うん、そういうものを音楽で提供できる人になりたいと思ってます。素晴らしいと思います。これからも、まあ、のしつこいけどずっと ついていくので、キャリアサポートしていくので、これからもよろしくお願いします。リスナーの皆さん、ありがとうございます。お聞きいただいて、新曲プロジェクトの上田元樹と小田美優子さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。